およそ400年の歴史があるとされる小倉祇園太鼓。町を勇壮に練り歩く出汁や躍動感あふれる太鼓のバチさばきが魅力で、国の重要無形民俗文化財に指定されています。新型コロナの影響で2年連続で中止となっていますが、祭りの保存振興会は昨日総会を開き、今年は3年ぶりに開催することを決めました。密を避けるためメイン行事の競演大会は取りやめ、観覧席も設置しません。その代わりに技術を競う太鼓総見が初めて実施されます。小倉祇園太鼓は緊急事態宣言が出た場合を除き、7月1日の打ち初め式で幕を開け、15日から3日間本祭りが開催されます。